基本的には自由に、はい、ただやっぱりその入学式、卒業式っていう、そのじゃあ例えばそれが結婚式、それが例えば、まあ、お葬式とかもあると思うんですけど、そういう節目節目になんかちゃんとしなければいけないっていうことは父に教えてもらいましたね。でもうおじいちゃんは早くに他界してたので、そういう、そうですね、節目節目に何かきちっとした格好をするっていうのは父になんか習ったような気がしますけどね。